はい、皆さんこんにちは。今日の帰化人第53回目です。今回は元女優の鳩山恵美里さんです。鳩山恵美里さんは元女優、駅名は高見恵美里で、自由民主党の衆議院議員でありました。鳩山邦夫元大臣、総務大臣、法務大臣の、まあ、奥さんにあたる方で、で元女優でいらっしゃいまして、でリカちゃん人形との関わりがあるようで、リカちゃん人形の加山リカがフランス人と日本人のハーフという設定は、発売当時にハーフの少女タレントの高見エミリーが人気だったことによると、宣伝でも高見エミリーを使う予定があり、社内ではまだ名前が未定だったリカちゃん人形をエミリーと呼んでいた。この日本のリカちゃん人形に影響を及ぼした、大物の方になります。他、映画、テレビなどをたくさん活躍されておりました方です。こちら鳩山一族のこの家系図になりますが、鳩山幸男元総理大臣の弟さん、鳩山邦夫さんの、まあ、奥さんにあたる方です。で、息子さんも国会議員になられております。昭和30年2月11日生まれ。まあ、昔はこのような方で、で、これは結婚当初のお姿でしょうか。で、こちらの現在のお姿です。で、昭和51年7月15日の官報に載っておりました。ここに書いてあります。また見やすいので、電子版で表示いたします。東京都文京区、エミリー・ジェン・鳩山で、通名で鳩山エミリー、高見エミリー、エミリー・ジェン・ベアードと3つありまして、昭和30年2月11日生まれ。昭和30年2月11日生まれと、生年月日と鳩山エミリーさんの名前が昭和30年2月11日、鳩山エミリーさん、高見エミリーさんと名前一致いたしましたので、鳩山エミリーさんが液化されておりましたことが分かりました。確認できました。まあ、大臣の奥さん、こちらの方ですね、邦夫さんの奥さんということで、まあ、大臣の奥さんも帰化人ということが分かりまして、以前、鳩山一族が、まあ、在日の方であるという動画を上げてまして、鳩山邦夫さんと鳩山幸夫さんのお父様の、この飯一郎さんが、元衆議院議員の荒井翔慶さんの後援会長だったことを、など挙げまして、荒井翔慶さんは、帰化された方で、ここに帰化と書いてありますが、初代会長を務めた鳩山一郎さんの長男とありまして、まあ、在日で帰化された、まあ、議員の後援会長を務めていらっしゃいましたこともありますし、まあ、他もいろいろ挙げておりますが、まあ、在日の一族であるということを他の動画で挙げておりましたが、まあ、また今回の鳩山エミリーさんの件でも、さらにその可能性が高まったと思います。日本の名士は在日帰化人ばかりという現実です。今回は、鳩山エミリさんについてご紹介いたします。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。